さん、こんにちは。ヒデ石川のブルース&パンクギター講座。今日はですね、今までですね、いろいろブルースとかパンクとかやってきましたけども、今日は右手についてですね、ちょっとお話ししたいと思います。右手、これですね、結構、ギターの中ではとても重要な位置を占めています。なぜかというと、右利きの皆さん右手で弾きますよね。右手でピック持って、演奏しますけども、これなぜかというとですね、左手よりもむしろ右手の方が大事だからですね。右手の方が、なので、当然左利きの人はですね、左ピックで持ってやるんですけども、私左利きですけど右手で演奏してます、なのでですね、非常に今まで、苦労してきましたのでですね、そういったところも含めて今日はご紹介したいと思います。まずですね、ピックの持ち方なんですけども、私ですね、ブルースとかファンクとかやる人に多いこういう角度ですね、こう握り込んでですね、ピックを、ちょっとこう何でしょう、こう深めに持って、この指の具を作りますね。こうフレーミングの法則覚えてますかね、あれ見て、あれ違いますね、こうでしたね、全然違いますね、まず指をこう横に出しましてですね、その上にピック乗せて、そのまま親指で押さえているというような状態です。そしてですね、ピックの出てる量はですね、ピック出てる量、ここですね、出てる量は、ダウンピッキングの時は親指で弾いてるかのように、アップピッキングの時は、人差し指で弾いてるかのように、感じられるように握っています、こんな感じですね。いいですかね。で、ちょっとこう、なんでしょう、ちょっと巻き込むような感じでですね、握ってます。そしてですね、右手の位置なんですけども、大体多いのはですね、小指をですね、このボディにちょっと当ててですね、こう位置を確かめているというような感じです。そしてカッティングをするときはですね、大体ゆっくりな曲のときもそうですけども、指のですね、先っぽの方でこう弦をこするような感じで、ピッキングすることが優しくですね、多いんですけども、もちろん速いカッティングになりますとですね、ちょっと、左手移して右手移してみますね。速いカッティングの時はですね、ちょっとこう浮かしてですね、というような感じですね、弦を浮かすという感じですね。もちろんこの、そしてですね、ゆっくりのカッティングの時は振り幅を広くしてですね、ここのスピードは同じにして、コントロールすると。そしてですね、こういったカッティングの時のこの動きなんですけども、これはですね、手首を軸にですね、こう、なんて言うんでしょう、揺らしてるような感じでですね、振っていきます。で、これですね、できるだけ力入れない方がいいですね。力入ってしまうとですね、どうしても硬くなりますので、動きが遅くなります。硬くなると遅くなりますので、できるだけ力を抜きましょう。で、これ抜く、力を抜く方法はですね、力を抜いた状態で振られている状態をたくさん作ればですね、人間の体はですね、非常に順応性が高いですので、
どんどん慣れていきますので、ブラ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 ですね、手をですね、ギター弾いてない時で結構ですので、手を握って、こう横に振る練習ですね。これ普段やるといいと思います。私これ横断歩道でですね、やってまして、この人気持ち悪い人だと、言われて、こう眉間にシワを寄せられたことがたまにありますけども、そんなこと気にせずですね、できるだけこう手を振ることが自然な状態に、していくといいと思います。なのでこう、ちょっと気がついた時にですね、ずっとこうやってブラ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 と振っていると、そうしますと何が起きるかと言いますとですね、この手首が柔らかくなるのもそうなんですけども、手首以外のこの筋肉ですね、こちらの筋肉もその揺れというんですか、この振っている状態に非常に慣れてきますので、すごくしなやかな筋肉になります。そうするとですね、力入ってないんだけども筋肉が鍛えられてますので、その最低限の力でですね、こう手を振ることができるわけです。これもですね、私もサークルの大学生の時にですね、サークルの先輩に教わってですね、1日10万回ぐらい手を振りなさいと言われて、10万回って多いよねと思ったんですけども、ずっと振ってるとですね、だんだん慣れてきました。特に私なんかはですね、左利きなもんですから、こう右手はあまり得意じゃないんですけども、これをやることでですね、何でしょう、体がですね、慣れて、大事なこのカッティングをする時の筋肉だけついてきたというような感じですね。なのでぜひですね、皆さんの練習の中にですね、これ簡単ですので歩きながらでもできますので、ぜひ取り入れてですね、この手首の軽い感じですね、マスターしていただけると。この角度でちょっとやってみましょうかね。こんな感じです。だいぶ巻き込んでますね。もちろんこの指だけこうやることになりますし、速くなればなるほどですね、この振り幅細くなります。こんな感じですね。ですのでですね、皆さんもぜひこの試してみてください。そしてですね、私やっぱりコーネル・デュプリーが大好きですので、コーネル・デュプリーが得意なこの中指ですね、これはさすがにちょっと左利きですのでできないですけども、この、ダブルストップの時にこのつまんでですね、やる方法ですね。これ何がいいかというと、ピックでやるとですね、どうしても弦と弦のばらけが出ちゃうんですけど、それ同時に出るっていうのと、この離れた弦の時ですね、オクターブもそうですし、あとストップですね、こういうアクセント、こういうアクセントの時にですね使えますので、ぜひですね、この中指もぜひ試してみてください。あとですね、そうですね、単音のカッティング、ミュートカッティングの時はですね、できるだけこのブリッジ側ですね、ここをミュートすると、というような感じでですね、キレのいいカッティングになって、こういうカッティングがありますね。こういったものをやるときはですね、できるだけこうこっち側ですね、ブリッジ側をミュートするようにするとやりやすいと思います。そんな感じでですね、皆さんもですね、ギターを弾くときに右手、今日のポイントはですね、力を抜いてブラ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 振る、これもね、いい練習になります。ぜひ、この練習ですね、取り入れてください。それでは皆さん、ごきげんよう、さようなら。